で、営業部長がやる目標達成の営業部の作り方ということで、ここからはお伝えしていきます。まあ、基本的な考え方というか、もう難しい話ではなく、PDCA サイクルっていう言葉は一度は聞いたことがあるかと思います。プラン、計画を作って実行して検証改善を繰り返していく。でこれを、PDCA のサイクルとして回していく。これが営業部長の仕事です。営業部門で、部門の目標がある。それを、どのように、落とし込んでいくか、営業部員その人たちの特性、によって分けてみたり、まあ、地域によって分けてみたりと、まあ、それは各企業様々でしょうが、一人一人に、この仕事をこういうふうにやりなさいよというふうに落とし込んでいって回していくこと、まあ、これが目標達成営業部の、PDCA サイクルを回す基本的な考え方になります。まあ、図としてはこうですね。で特に営業部長に、やってもらいたいのはこの週次日時のミーティング、まあ、ここの中で、数字を詰めるのではなくて、何が問題なのかと本人に考えさせていくことで、本人の人材育成ですね、教育にもつながっていきます。で実は先ほどの PDCA サイクル、回っている会社、まあ、ほとんどないです。というのが、まあ、私どもお客様の会社に訪問した際に、まあ、最初に検証していくのがこの PDCA サイクルをきちんと回す仕組みがあるかどうかなんですけれども、まあ、こちら壁面に模造紙を貼ります。そこで、そこの会社で使っている帳票類ですね、まあ、帳票、例えばこちらの場合売上目標、第何期売上目標で、担当者別の予算、お客様別の予算、商品別の予算、まあ、こういったものを使っているものを全部貼り出します。その上で何が足りないかというのを確認していくという見える化を行っています。まあ、この時に今申し上げました目標予算、同じ言葉なんでこれは目標なんですよね。で担当者別の予算、これも目標なんです。これを実行するためにどうするっていう計画がない。まあ、こういったところに皆さんお気づきになります。でこれを見える化することによって部下も改善提案を出しやすくなってきます。ちょっとまあ、私と今カメラの前の方ですと1対1で対面してしまいますと、人間というのはどうしても言い訳、自分を守ろうとする言い訳が先に出てしまいます。今月の売上目標に対してどこまでいけるんだというふうに言われたらうっとなってしまって、頑張ってるんですけどなかなか行きませんという、まず言い訳から入っちゃう。ところがこういう形で壁面に貼ることで、私も部下も問題を客観的に捉えることが可能になってきます。ですので皆さんの会社で上司と部下が対面するのではなくて、このように問題を客観的に、問題を客観的に表すことによって、上司にとっても部下にとっても自分事として捉えることが可能になってきます。ではちょっと皆様にご質問なんですけれども、これ自分の会社の中でこういう書類はあるのかなとかいうところで、実際に壁に貼って確認してもいいですし、ちょっと頭の中で振り返ってみてもいいかなと思うんですが、自社の現状ですねを振り返ってみた上で、今すぐに改善できることはありますか、あるとしたら何ですか、ということで、お手元の資料の方にご記入いただければと思います。あれができてない、これができてないと思いついたことを思いついたままご記入いただければと思います。どうぞ。はい、いかがでしたか。まあある会社でですね、まあ、計画、日報ですね、実行の部分ですね、日報を書かせていました。ところがその日報が初めは、どこのお客さんを訪問 してどういう商談の内容だったかというものを書かせていた日報でした。しかしその会社の場合、お客様のところに営業マンが物を配送することも行っていました。気がつくと、配送
の方が、いや車の運送日記、運行日記ですね、のような形になってしまいまして、今日はどこどこ地区に行って何キロ走ってきましたというようなことをその日報に書かせるようになっていました。あと営業部長を経由して、経費の精算ですとかの管理もやっていました。ということで、気がつくと日報には、高速道路の料金、ガソリンスタンドのレシート、これらが貼り合わせられた形になっていました。で、営業部長はハンコをして経理に回すと。本来は営業活動の報告の日報だったのですが、経費精算、運行管理のための、日報に変わっていました。こういったことを、貼り出してみて初めて気がつくというか、あ、こんなことやってしまってたんだということになり、これはおかしいねということで、日報を日報らしく、もう一度、修正していきました。その時に、入れたのが非常に効果を発揮したんですけれども、1日の売上目標と1日の売上実績というのを日報の一番上に書かせるようにしました。1日あたりどれだけ売ろうという目標ですね、単純に、1月分を20日で割っただけなんですけれども、この目標というのがあると、下振れする時期というのを引き上げることが可能になりました。で、月の中でも25日ぐらいが売り上げが上がるという傾向はあったんですけれども、そこはより上がるようになりました。ですので、下振れの部分を修正することができて、この会社の場合は 140% ぐらい上がった社員もいました。すぐにできることをすぐに着手する、そして改善していくこと、これを自分事として捉えるためには、客観的に物事を一対一の関係ではなくて客観化することで、当事者意識を持たせることが可能になります。で、今の PDCA サイクルの中で抜けていたのが計画です。これは計画イコール予算というような考え方になってしまうので、なかなか計画の作り方というのは教わっていません。で、計画を作るときに、私どもではこの5つのステップで計画を作ると、実行力が高まりますよということで、お勧めしています。で、計画を作る際にまず最初一番大事なのが、今までのやり方でできることと新しいやり方でしかできないこと、この2つに分けて考えましょうという考え方です。いろんな会社の営業部、訪問しているんですけど、2つに分けるより目標があって、今月の見込みはどうだと、着地はどうだと、どこまでいけるんだというようなことで営業部長が部下に対して詰めている会社はいっぱいありました。しかし、目標と達成しない部分のこのギャップですね、ここが発生していること自体が問題だというふうに皆さんは捉えていました。でも実際、去年と同じ活動もう少し頑張ったとしても、ここのギャップっていうのも発生するんですよね。であれば初めからここの、ギャップの部分を成り行き値と改善値というふうにして分けて考えることによって、今月何をどれだけやらなければいけないのかっていうのが明確になります。ここが私どもが、その実行力を強化していけるっていうのが最初に2つに分けて考えている、ここが他との違いかなというふうに考えております。そして、物事を実行していくときには5W2H、 いつどこで誰が何をなぜどのようにどれだけやるのか、これが網羅されている。これが明確でなければ、いつまでにやりますかと、いつかやりますで終わってしまいます。いくらやりますか、できるだけやりますで終わってしまいます。ですので、この 5W2H を網羅していくこと、あとですね、あまりにも大きなテーマを持ってきてしまいますと、途中で、最初はやるぞって営業部って盛り上がるんですけど、あまり大きすぎると続かないです。ですので、何らかの目標を設定していくときには、3ヶ月程度、四半期という考え方で、設定していくと、一つずつの項目をクリアしやすくなります。で、この後その人材育成でもお伝えする内容なんですけども、四半期で成功体験を得ることによって社員というのは、自信、そして次に向けてのやる気を持ちます。で、これが、長い期間で3年後にこれだけやろうと
なってくるとそこまで持ちませんし、その間にうまくいかないことの方が多いので、だいたいへこんでしまいます。ですので3ヶ月ぐらいで成果ができ出る、まあ、改善目標に設定して、その間は毎週毎週頑張ろう頑張ろうということで、一つずつの、まあ、行動を詰めていくことが可能になってきます。で、計画策定の、まあ、5つのステップなんですけども、今申し上げた2つに分けて考えましょう。そしてこの2つ、成り行きの予測と改善目標に分けて、これをじゃあ具体的な金額で算出していきましょう。で、具体的な、対策で、この改善すべき目標については、なんとなくではなくて具体的な対策ですね。ここで金額を明確にしていく。で、この金額を明確にして、それを達成するためには、いつまでにどういうふうにやっていくのか、これを逆算的に設定していきます。で、これをアクションプランに落とし込む。で、最後は、これが非常に大事なんですけど、コミットメント、やるぞというのをトップ自らが部下に宣言して進めていく。部下も今月はこれをやります、この四半期でこれをやりますということをみんなに宣言して始めることで、実行力が高まっていきます。目標、達成するために、まあ、計画は2つに分けて考える、まあ、このイメージですね。この成り行き予測というところが、もう実際これを言っちゃいけないっていうのが、どこの営業部でもこれを言ってしまうと、ここができない言い訳になってしまうので、いけないというふうに、まあ、教えられたというか、そういう風土になっている会社が多いです。でもそもそもやはりどんなに頑張っても今までのやり方ではここまでしかいきません。足りない部分をどうしますか。で、これを考えていくというのが、大事です。ここを、初めに、分けて考えていかなければ、どこまで頑張れば目標達成できるかが、まあ、本人もわからないということもありますので、ここを最初に、2つに分けて考えていきましょう。もちろん事例というか、実際、まあ、ある会社が昨年が2億9100万でした。売上が、今期は、3億を目標にやっていこうと。で、この、900万ということでいけば、たったの 3% です。ごくわずかです。しかしそれは昨年と同じ環境で、全く同じ環境で全く同じように売れたらの話で、実際は世の中そんなにうまくいきません。じゃあ、どんなことが想定されるかというところで、悲観的な視点で、冷徹に客観的に、成り行きを予測していきます。まあ、今時といったらあれですけど、B2B のビジネスであれば、まあ、全国規模の、量販店は毎年毎年価格に対する圧力がかかってきます。で、これと当然納入価が下げられる要因になるでしょう。あとは今駅前のシャッター商店街を見ましても、一般店という概念がなくなってきています。やっぱ一般専門店が閉店するというのは織り込まなければいけません。まあ、当然ですけど、ビジネスには競合がいます。まあ、エリアごとになんとなく住み分けていたものも、競合が少しずつ入ってきているよという情報があります。となると、その影響、気合で倒すとか負けないとか、そういう精神論ではなくて、実際このぐらいの影響が出るんじゃないかというところで織り込んでいきます。まあ、こういったものを、勘案しますと、成り行きとしては、今年より、2000万ほど下がった2億7100万ぐらいが成り行き値になるんじゃないかというふうに設定します。となると、3% アップではなくて、ここは 10% アップ、2900万のアップが必要になってきます。では、まあ事例だけではなくて、自分の会社が実際どうだろうかということで、ちょっとこちらの方をご記入いただきたいなと思います。成り行き予測、これ今のように自分の会社の、周りを取り巻く環境というところで、こういった悪い影響、悪い要因が挙げられるなと、まあ、そういったものでこのぐらいの金額が下がるんじゃないかというのをいくつか洗い出します。まあ、その上で、成り行き予測の線を入れてください。これができましたら、その埋めるための対策、どんなことが考えられるかということについても、ご記入いただければと思います。どうぞ。